今今回回の企画はは何ででしょうか今回はですね8月31日土曜日もう間近に迫ってますけども富士スピードウェイで2024東京ですねこちらのイベントが開催されるということでですね、まあ、クールの方もブースの出展が決定しておりましてそしてパレードランへの参加であったりとかあるいはジムカーナコースの運営も任されてるっていうことで。 かななりこう力を入れているるイベントになるんでですすけども初参加ですねちなみにねそのクールのブースに並ぶメインカーを今作ってるんですよじゃあこれはフューエルフェストでデビューの車ってことですねそういうことですねもう1週間前くらいだと思うんですけどもこの GR スープラねのスペック D っていう d 1グランプリで勝つための はい、エアロパーツを開発してたんで、はい、そのデモカーを展示させていただく予定なんですよ。これ今、ぱっと見の黒い部分が作ってる最中のエアロパーツってことですかね。そうなりますね。で、ただ足りない部品がいっぱいあるんですよ。そううでししょうねね明らかかにおかしい感じ出てますもんね <laughs> <laughs> 例えばですけどこのフロントフェンダーとかなかなか様子のおかしいここだけポコッとフェンダーがあるみたいななるほどこれもともとはですねオレダレーシングさんっていうレーシングチームですねの GR スープラにクールのこのワイドボディキットを装着して d 1グランプリに出ていただいてるんですねそのモデルをオールリニューアル はい、かけるっていうことなんですよね。うん、ですんで、バンパーからフェンダーサイドステップリアバンパーはウイングまで全部リニューアルす。でも基本的なコンセプトは、うん、前回のやると変わってはないですかね？ワイドフェンダー部分は前回のコンセプトを踏襲してます。はい、ですんで、まあ、ここのあのね。例えばリアなんかだとこう。タイヤスモークがね。はい、ここから。 バッとこう出るようなこのダクトが付いたフェンダーであったり、まあただこれも実は普通のワイドボディキットが通常のものがあって、そこにこれをオンしてたんですよね。オーバーフェンダーオンオーバーフェンダーだったんですよね。そうなんですよ。それを一体制限にしました。プラスちょっとこう後方延長とかもして、デザインも一部あの変更してるんですよね。はいはいはい。こういう形ですね。ここが伸びましたね。だいぶ後方の方まで。 だからこれ一枚だけでだいぶワイドになってるトーンですよね。そうなんですよ。だいぶですよね。これ今純正のフェンダーに合わせたホイールが入ってるんですか？そうですね。これ辛い一ぐらいですけど、まあ10センチ近くこんなんすもんね。出てますね。後ろから見た方がわかりやすいですかね。確かに。リアリアバンパーないですけどね。これぐらいワイドボディになってるんですよね。そうなんですよ。こんなんすもんね。フロントも一部しかついてないですけど、これぐらいワイドになるとそうなんです。よいう感じですね。はいはい。 もうすでにね、フェンダー部分はすでに装着していただいて、はい、まあ今年のディアングレンプリにも出ていただいてるんですけどね。で、フロントバンパーも新しくなってと、そうですね、フロントバンパー、フロントディフューザーが、はい、オールニューですね、これはもう製品で上がってる一発目なんですけど、これ、下、二重構造になってるんですか、二重構造なんですよ。はい、これだからあの、こう外せるんですよね、あへこう外すじゃないですか、はい、まあこれでも成立するんですよ。ははははいはいはい、はい、はい でこれマスターですけど、はい、でこれを、まあ、追加で装着した方がよりスポーティーかなっていうことで僕も二度と戻らないような気がする <laughs> なかなかその下をジャッキでこう支えてるんですねそうそうそうジャッキをこ,、ねはい、こうなるんですけど、はい、ちょっと浮いてますけどね、はい、まあでもこういう感じなんですね,そうですねこういう感じで装着をしていくと、はい、こういう感じですよね うってことははい。これ今ここのフロントのオーバーフェンダーあいからこのバンパーにかけて、うん、ここにもパーツがつくってことですね。そうなんですよ。まずここにこういうパーツがつくんですね。はい、この辺ぐらいまでこう来るんですよ。うんうん、だからここちょっと違和感じゃないですか。はい、今ねだからなくなります。はい、で、ここのフェンダーは交換タイプでここからこう繋がってここに行くんですけど。はい こここれれハンドルが切れるように実はここでカットしてるんですよ、ね、ですのでサイドステップがすん足らずにこう見えるんですけど<あ>ここは変わりますなるほど D1 車両みたく切れ角アップしてる車が全切りしても当たらないようにあそうですそうです、はい、お考えてますね考えてるんですけど、はい、ここはねちょっと出過ぎちゃったんで、はい、<laughs> こっち切った時に大丈夫かなっていうね当たるかなみたいなそう D1 車両ってやっぱりタイヤ太いんで,、はい、で外に行けば行くほど振り幅が大きくなるんでちょっとね 怪しいです。怪しいですね。これは怪しいですね。スペック D、怪しい。怪しい。もそこをピッとカットしていただければ使えますからね。はい。で、このサイドディフューザーが最近お気に入りの跳ね上げサーフィンタイプに変わりまして、逆反りの。これはどの辺がスペック D なんですか？え？なんですか？えってこれはどの辺がスペック D を？これはまあこの辺がこう追走なんかでね、まあ相手の タイヤに刺さるからね、武器になるからみたいなそんなバカな感じのいやデザインですデザインねっていう感じですよねだからまあここもこれ今隙間空いてますけどここがワイドボディ用のフェンダーがあるのでここの隙間もなくなってピシッと出てきますからねなるほどで給油口もちゃんとありますちなみになんですけどこれ給油口ちゃんとあるってことははされるってことですそうそうなんですよ スペック D で D1 車両に装着していただく予定で作ったエアロなんですけどこれを市販化しようと思って作ってるっていうのもあるんで、はい、もう完全市販化前提ですねこの状態でも車検に通るエアロってことですねそうですね、はい、でリアがまだ製作中とそうですねこれなんですよ実はリアのバンパー、はい、これを反対向けていただいてつけると、はい、リアバンができるんですけど、はい、これ今逆さまに置いてあるってことですねそうなんですよ、はい、っていうのはここに縦フィンが、はい 枚入るこれを今31日のイベントに向けて A 制作中ウイングこれ今市販の GT ウィングがついてるんですけどこれではないんですよでこちらこれをつけるんですねこれがスペック D なんですねスペック D ですねこれマスターなんでちょっと重いですけどこう真後ろから見るとですねこうなるじゃないですかこうなるじゃないですか 一緒。まあこういう感じのはい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 。はい、ああ、ウィングなんですね。はいはい。ダックって超巨大ダックテールみたいな。超巨大ダックテールなんですけど、はい、別はそんなに上がってるわけじゃないんですけど、上がってすげえ見えるんですよね。はい、例えばこのフェンダーのここにこうやって付くんですよ。もうそっからウィングスか。ここからウィングなんですよ。トランクスポイラーじゃないってこと思うんですね。違います。 だもうトランクスポイラープラスフェンダースポイラーみたいな感じになってるんですね。そう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 。だからこうビュッともうこっから上がってくるんですよ。はいはいはい。こういうふうにね。結構な反り具合でしょ。そうですね。この延長で、はい。まあこのウィングはないんですけど、はい。ここまでずらっといくんで、はあ。結構なかなかのインパクト。なかなかでしょうねそれね。なかなかの問題作ですよ。今回。この問題作、いろいろ問題抱えてそうですね。どういうよ。これでいろいろ問題をクリアできるんですね。どんな問題を。いや。 D1 の場合もいろいろレギュレーションあるでしょうけど公道での車検もこういうのは大丈夫なものなんですかちゃんと R も取ってますしこれ実は全長長く見えるんですけど純正のバンパーの出と出よりも中に入ってるんですよ、そそううでですかなんすよただスタイルが攻撃的っていう感じになるんですけどうん、なるほどただ D1 車両は大きな GT ウィーンがつくんでちょっとここがつけれないかもしれないですけど。このダクテー フューエルフェストの時は、は車両自体はこの白い車じゃないんですかねそうですね、実はですね、はい、左ハンドル、アメリカから輸入しました左ハンドルのデモカーを持ってるんですね、はい、ですので、それを出展させていただくんで。じゃあそののデモカーはフ,ュエルフェスト内の、うんはい クールの出展ブース前とかに展示ってことですねそうなんですよクールの出展ブースには4台の車が並ぶんですけどはい。その中の1台ですねで、その場所とかうん。あとクールが参加するコンテンツはい。が他にもいろいろあると思うんですけどはい。その辺の詳しい内容を教えてもらってもいいですか、うん、そうですねちょっと社内向け企画書になりますけど、はい、資料を用意してるんで、はい、じゃあちょっと場所を変えて説明させていただきましょうか ということで、うん、移動してきましたけどもそうですね。フューレフーェスト、うんうん、で実はいろんなコンテンツに、うん、出るんですよねそうなんですよ、まあ。ジムカーナコースの運営をさせていただくと、はいまあ、それとは別に、まあ、パレードランであったりとか、はいまあ、0200であったりとか、はいまあ、こういったいろんなコンテンツが用意されているイベントなのでですんで、まあ、いろいろと クールも参加さじゃあちょっと、うん、どんなところにクールが登場するのか、ちょっと見ていきましょうか。そうですね。これ、あの、完全に社内向けの資料なんですけど、はい。いいですかこれはクールの社内向けってことそう。<laughs> <laughs> あこの、フューエルフェストの資料じゃなくて、あ違う,違う違う。クールが独自に作った社内での共有資料ですね。そうです、そうです。はいはい。まあ、当日のタイムスケジュールとして、はい、まあ、あの、A パドックサーキットでの、 コンテンツと、はい。それから、事務ーナーコースですね。はい、この事務ーナーコースは、クールがもう単独で運営をさせていただくので、うん,うん。うんっていう形なので、まあ、イベントが2カ所あるようなイメージと考えていただけると、なるほど。クール絡みとしてはですね。まあ、A パドックっていうのは、うん、まあ、通称エーパドとは言われますけど、はい。サーキットの、どの辺って言えばいいんですかね。うん、そうですね。ちょっと、資料出しますかこれがね、富士スピードウェイの、はい、 はい、まあ地図です、ねまあ、あのー、これ集合場所とか入場とかこれちょっと無視していただいて、はい、この A パドックここですねメインスタンドの反対側メイ,ンメインのピットがあるあたりって感じですかね、はい、そうピット裏のすごい広い駐車場があるんですよ。はい、そこをでが A パドックなので,です、ねまあ、ここにねいろいろなメーカーさんの出店があるのと、はい、それからメーカーさんが集めた 関係者の方の、まあ、いわゆるお客様のユーザーかが並んでたりっていうところがここになるんですよ。で,すのでこの A パドックここの方にクーーールののメインブースがきますでジムカーのコースっていうのがその斜め上というかここですねそこですね、うん、まあ距離的にはちょっとありますけどこれがあって、うん、でメインのサーキットっていうのがこの外周っていうかこの線になってるところですねこ、ね、れがまあサーキットブースですよね。 はいこれがもう本当にサーキット本コースで、はい、でこのちょっとグレーのこのラインがこれが道路ですよね。この周りを取り囲んでるところね、はい、道路になりますよね。っていうのは位置関係があって、うん、もう一度、はい、タイムスケジュール戻りましょうか。あ戻るのね。はいはいでこっちらですね。うんで A パドとサーキットの方でまず何が行われるんですか。そうですねこれねあのクールのその今回、はい、A パド の方に70台ほどお車をお客様のお車ですね、はい、を展示させていただくのとそれから七十70台も展示があるんですかそうなんですよ A パドックに A パドックにえー、すごいっすねそうなんですよでそのクールのブース自体にも4台出展されるのと、うんはい、それからあの物販もやらせていただきますまあ何,何かしらねカスタムのご相談ある場合は、うん、お店に行きにくいっていう方はね、はい、その A パドック内のクールのブース まあ、テントがあるんですけど、はい、そちらの方に来ていただいてご相談をいただければっていう感じになりますよねグッズ買いつつカスタムの相談も大丈夫とそして先ほどの開発中のニューエアロを装着したデモカーがお披露目になってますんで、はい、ちなみに何を並べるか見ときます一応ね、ブーースの並びはこういういイメージで考えてまして、まし、はい あの当日違う車並んでたらごめんなさいなんですけど先ほどのスープラの完成形それからプリウスのワイドボディそれから GR86 のワイドボディそれから RZ34 ってことで結構ねこう低い系のスポーツ系の車を固めて展示させていただく予定となってますんで是非見に来ていただいてそしてこの。 ブースの向かい側ですね。はい、前の方に七十台ほどクールのお客様の車が展示されていると。そういう予定になってます。それ結構圧巻の景色になりそうですね。そうですね。一応車種ごとに、えー、うまくね並べさせていただきたいなっていうふうに思ってるんですけど。ただクールのコンプリとか、まあエアロパーツホイール装着しているお車っていう形になるんですけど。はい、ただこの七十台枠が 今今日現在でもう残り5台ぐらいあのもしクールのお客様で出たいよっていう方は最寄りの店舗ですね、はい、大至急ご連絡いただければなるほどまだ若干残ってる可能性あるんでまずこれが A パドックの状況ですね、うん、でその70代がこのパレードランっていうのにも参加されるってことですか、はい、そうなんですようんもう朝一の9時からのパレードランなんですね、はい、まあここでその70代 パレードランを、富士の本コースですね。を、まあゆったりですけど、ぐるっと回りたいなと、うん。それ一周ですかね一周。はい、そうですね。一周半になるんですけど、厳密には。そして先導車は、D1 グランプリ。はい。参戦中の、オレダレーシングさんのスープラ。はい。r スープラが先導しますんで、ゆっくりですよね。もはい。はい。まあ3台ずつ横並びで、まあ車種を 同じ車種で固めてパレードランできればなと思ってますねうんなるほどはいここでちょっとねイメージ PV なんかも撮れればなっていうふうにちょっと思ってるところですこれが朝1回だけですかそうなんですよねで朝とあとナイトパレードがあるんですよ、はい、これ実はあの会自体は11時ぐらいからのスタートになってるんですかあ12時スタートなのかなはい段階ででで入場もちろんんきるんですけど、うん で、8時終了なので、はい、まあ終わりが夜になるんですよ。ということで、ナイトパレードは、これはクールのみではなくて、はい、もう本当全参加者、1000台ぐらいのパレードになるらしいんですけど。あ、なるほど。はい、この朝のパレードランというのは、はい、クール貸し切り状態ですかそうです。ええー、そうなんですかそうなんですよ。貸し切り状態なんですよ。それとは別に、うんうん、参加者。はい 出店者の方がみんなで走るパレードランというのが夜に開催されると。そ,うですそこにもこの70代が走れる。はい そうです、ね、<ー>はい。ちょっとこうね有料にはなるんですけど参加料有料になるんですけどあのなかなかこういう機会ってないですからでまあその枠が、うんうん、まだ若干残ってる可能性あります可能性が能性あります、まあ、日にちが8月の31日土曜日ですからね翌日が1日が日曜日なので,であと A パドの方で、うん、A パドサーキットの方でやるコンテンツはあります、はい、じゃあこのまま下に行きますと「0200、はい」えー、のストリートドラッグレースっていうのがありましてはい こちらはね10台ちょっとぐらい、はい、あの枠を設けてたんですけど、はい、こちらの方はもういっぱいになってると思いますこれは富士スピードウェイの、うん、オンコースの、はい、ストレート部分を使っての、うん、うフュエルフェストの、はい、コンテンツに一つですねそうですねで、えー、これが先ほど言ったナイトパレードランですよね,ですねはいこれも先ほどの70代の参加者の方このナイトパレードランの方に参加していただけるとこういう感じになりますよねこれれはは参加される方は、うん 朝から夜までは車の出入りはできなそうですかね途中で帰りたいはあそれはできないんですよですよねはいそれはちょっと不可ので一応このラストの8時までこの会場に残っていられる方のみの参加とご参加いただくとそうです以上が A パドックとサーキットのコンテンツででジムカーのコースこっちですねそうですね そうなんですよ。コンテンツがあると。はい、そうなんですよ。それはさぞかし面白いことやってくれるんですよね。<laughs> いやそう思って、まあクールらしいね、ドリフトに特化したコンテンツを用意しましたということで、はい、まずはですね、クールドリフトチャレンジですね。はい。これはあの先日のクールオフ会でも人気だったんですけど、うん、まあクールのまあデモカー、コンプリートカーの JR86BRZ ですね。はい、こちらを使用して低場円とか八の字。うん といった、まあ、いわゆるドリフトの講習を受けれる、運転の体験ができる、はい、ドライビングレッスンですね、はいまあ。こういったものを午前中にやりたいと思ってます。これは完全にご自身で運転されて、ドリフトを経験してみるみたいな。うんはい、そうですね。ちょっと詳しいとこ言っていいですか、はい、これが、もうこれ本当社内向けで申し訳ないんですけど、はいはい、ドリフトチャレンジの内容なんですけど、はい、1>, 1人当たりのお時間が15分ですね。そして ご自身の車両で実は参加することができます。ご自身の車両で参加する場合は3,300円となります。そして、クールが用意した車両ですね。うん、これが GR86BRZ になるんですけど、その場合は5,500円必要になりますので、これ有料コンテンツになってるんで気をつけてくださいって感じですよね。そして、初心者コースとミドルコースと分かれてるので、はい、初心者コースは、講習員が助手席に座って、当社のスタッフなんですけど、はい まあ、定常円とか八の字をやりますで少しパイロンを置いたです、ね、コースを設定しますので、うん、ここは自由にドリフトしていただいて大丈夫とこのご自身の車で参加した場合に帰れない可能性があるじゃないですかドライだとまあタイヤがなくなっちゃってみたいなそうなんですよ、はい、であとやっぱりドライだとちょっと滑らせるのが難しいケースもあるんで、うん、一応散水車を用意してですね水を撒いた状態でやりたいなと思ってます。うん、それは定常円と八の字 水をいた状態でやるとそうですねミドルコースの方は水巻くんですかミドルコースも巻きますミドルコースも巻きます基本的には水の上で走るって感じですねそうですね車への負担は少ないって感じですかそうですねただ滑りやすいんでパイロンとかにぶつかる可能性はありますありますよねはい傷はつく可能性ありますので車にねそこはまあご自身のお車で やられるケースは気をつけてくださいと。で、必ず長袖長ズボンは必須でございます。これちょっと気をつけていただきたいんですけど、暑いんですけどね。走る時だけ、えー、長袖長ズボンを必須でお願いしたいというふうになってますんで。これの申し込みはどうしたらいいですかこれの申し込みは、LINE で申し込みをお願いしたいなと思ってるんで、もしくは当日申し込みも OK です。ただですね、人気のコンテンツになって、うん、もう事前申し込み、LINE の申し込みでいっぱいになってしまった場合は、 ごめんなさい。もう当日枠はありませんっていう感じになる可能性あるんで、はい、はい、もしあの出たいなっていう方は、まあ、このね、まずはフィールフェストに参加していただくっていう必要があるんですけど、えー、の LINE の方で事前に申し込みをし置いておいていただけるとありがたいですね。はい、LINE の方で、まず LINE 登録していただいて、うん、クールドリフトチャレンジに。 参加希望とかメッセージを送ってもらったら、うん、まあそれに対して返信が何かしら来るってことですねで,すね、はい、でまあこれあの社内用の資料なんで、はい、まあ参加者のところにいろいろ書いてありますけど、はい、まあちょっと無視していただいて、はい、申し込みは LINE ですね、はい、もしくは当日受付という形になります、はい、じゃあ次のコンテンツいきますかその次ですね、はい、12時からクールコンプリートカーの試乗会を行わしていただくとこれはまあどういうことかっていうとですね 次のコンテンツが12時から3時55分まで、まあ、結構長時間なんですけど、うん、コンプリートカーの試乗会を行いたいと思ってます。これも参加者のところは無視しておいてくださいね。あなるほど、はい、こちらも LINE の方で申し込みになります、もしくは当日申し込みになりますのであ、なるほどこれも同じ LINE にいいですね。じゃあ、同じ LINE 登録して、はい、これの場合は、うん、クールコンプリートカー試乗会申し込み希望みたいなそうです、ね、メッセージを送っていただくって感じですかね、はい。そうです で参加料料は無料となっていますあの今回試乗会はですねこのジムカーナコースに来ていただいて、はい、ここからスタートをするんですけども、はい、この富士スピードウェイのこのコースですね場内ですね、はい、こちらの方を試乗いただくっていう形になりますこれ本コースじゃなくて、はい、この外周の道路ですねはいはいこの辺の道路を使っていくださ、ねはいで結構長いですよね,ね長いですよかなりありますよほんで当社のスタッフが一応同乗させていただく予定と。 はい、いう形になってるんですけど、まあ、車両の方はですね、うん、40のアルファード、はい、まあエアサスの車両を予定してます、はい、それからランクルの300ですねそれから三菱さんのトライトンっていうピックアップそれからドリフトで使用した車両っていうのは、まあはい、GR86BRZ、はい、こういったものを、えー、コンプリートカーとして試乗していただきたいとでこれが人数36人ぐらいじゃないのかなっていうふうに思ってますじゃあ次のコンテンツは このね、コンプリートカーの試乗会が12時から3時55分までだったじゃないですか。はい。ですんで、それと並行しながら、2時からドリフトの同乗体験会を行いたいと思います。これは、クールのコンプリートカー、デモカーですね。はい。を3台用意しまして、うんん今のところ予定しているのが FR の R35GTR。それから、BRZ もしくは GR86 のワイドボディを2台。2> はい。の合計3台予定しているんですけど、こちらの方に横乗りしていただける。 ドリフトを体験してていいただけるっていう企画ですねこれはじゃあ、うん、結構なドライバーの方が乗ったりするんですか、うん、そうですね、まずえ確定しているのがですね、オレダレーシングさん、ことし、まあ、d 1グランプリに参戦している山中選手ですね、はい、それから昨年、オレダレーシングさんの GR スープラをドライビングされてた最上選手ですね、それと僕ですね。あれ、これちょっとここちらっと見れてたんですけどすか。 はい。これ無料のコンテンツじゃないんですよねそ。そうなんですよ。今回は無料ではないんですね。はい、あ、有料だけど乗るんですね。それ問題っすね。それ問題っすね。確かにも大問題っすよね。はい、お金払ってあなたかっていうね。あの他のお二人はね、もうバリバリのプロドライバーですからね。D1、はい、ドライバーですから。はい、全く問題ないと思うんですけど、僕なんですよ。<laughs> ちょっとこれ申し込み方法をお聞きしましょうかちなみに当日申し込みのみとなるんですよこの同乗体験会だけはドリフト走行道乗体験会はさっきの LINE とかは関係なくないですね当日事務側のコースにあるブース事務側のコースにある受付ですかねに来ていただいて申し込みするとそうすると当日申し込みの場合はお一人3300円になりますで当日ですね A パドックの クールブースにグッズが売ってます。はい、A パドックですね。A パドック。さっきとないですよ。そこで2200円以上のグッズを購入いただいた方は無料で乗れますんで、まあ、グッズを買わなくちゃいけないので、どっちにしろ有料なんですけど、はい、<laughs> 多少ね、ちょっとお安いのと。なるほど。ですので、整頓しますと、当日ジムカーナコースで受付される場合は3300円です。はい、事前に906グッズを A パドックで購入されてから、 ジムカーナコースに行く場合は2200円と、ね、間違えそうなのはいきなりジムカーナコースに行って受付行ってもこのグッズは売ってないってことですよねそうなんですよ必ず A パドックの方で購入して、はい、まあレシートかなんかですかね、はい、そうですねそこでねドリフト同乗走行無料券っていうのをご希望の方にはお渡しをしますんで、はい、あそうですかですんであのジムカーナコースに先に行って並ぶか、うん、3300円で行くかはい えー A、パドックに来て2200円のグッズを買って申し込むか、はい、なるほどどちらかっていう形ですね <laughs> でこれは何分ぐらいですかね時間は、えー、っと1台5分ぐらいなので乗り換えの時間もありますからね、はいまあ、34周できるんじゃないのかなっていう感じなんですけど事務化のコースなんで少し狭いのでね割とこう2足中心で、うん、こうかなり回転していく、はい、ようなイメージのドリフトになると思います。はい、そしてい この後は D1 グランプリマシーンのデモランこれはまだちょっと予定なので。あ、確定ではないですね。確定ではないんですけども、D1、はい、グランプリ参戦中のオレダレーシングさんの GR スープラに山中選手乗っていただいて、デモランをしていただきたいというふうに思っております。これはまだ確定事項じゃないなですか、ね、そうですね。やらせていただく場合は4時からデモランがスタートしますと。はい、あとね、ここから観覧いただいたら、はい、デモランが終わった後に、 マシーンと一緒に集合写真なんかも撮れたらいいなっていうふうには思ってますじゃあコンテンツ的には以上ですかそうですねで僕らの動き的にはどうなりますかね、まあ、最初にタイムテーブル最初戻っていただくと、まあ、パレードラン PV 撮影はまあそこに行きますよね、うん、そうですねこのパレードランなんですけど、はい、一応僕があのマイカーの GTR を持ってですねパレードランしたいなと <laughs> したいんですか加わりたいなと思ってますんで、はい まあ僕は運転しながらまあ横で撮影しますかみたいなそういう感じですねそうですね、まあ、僕らはまずこのパレードランやりましょうと、はい、ってことは、うん、クールドリフトチャレンジの方は、はい、僕らはいけないですかねそうですね一応坂本部長講師役の一人になってますんで坂本部長はこっちの方にいますねなるほどそしてその後のストリートドラッグレースはいこれは走ることは僕らはできないですよね、うん そうですね今のところ走る予定はしてないですそうですねまあミニはギッあミニはもう間違いなく行かせていただきたいですねじゃあこの辺はトラックレースを見に行ってるか、まあ、A パドックのクールブース、はい、周辺に行ってうろうろしてるって感じですかね、はい、そうですねなるべくねそのうろうろしたいなと思ってるんですけど、はい、A パドックのあたりでですね クール周辺ですかねクールブースにはいたいなと思ってるんでなるほどお声かけくださいという感じですかねで2時になったらドリフト道場走行そうですねこれは行くんですねじゃあ僕もついでに行きますねそっちはうですねほんでデモランを見ます一緒に集合写真撮りましょうそしてその後はナイトパレードランですねこちらも出たいなと思ってるろですねこういう感じのスケジュールですかね そそんな動きでですすかねねね僕らはう皆さんとお会いできるのは、うん、まあ A パドック、うん、クールブース周辺に午前中からそうです、ね、いるかなって感じですかね。そうですねパレードランが朝9時半に終わったら、うん、まあブースの方にいようかなと思ってますんで早めに来られた方はお声かけくださいという感じですかね。まあ、とにかくねジムカーナーコースクールの方で運営をさせていただくのでこの機会にドリフトチャレンジもしくはコンプリートカーの試乗そしてドリフトの同乗体験ですね。 こちらの方を体験していただければというふうに思っております。ということで、えー、直前情報になりましたけども、いよいよ8月の31日、富士スピードウェイでヒューウェルフェスト東京が開催されますんで、本日はヒューウェルフェストに参戦させていただくお車のご紹介と、コンテンツの内容のご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。